アミューズボイスアクターズチャンネル。アミューズボイスアクターズチャンネル。イエーイ。ということで早速ですが、こちらターゲットワンさんに来ております。イエーイ。シューティング体験をさせてもらおうということで、めちゃくちゃ銃がたくさんあるよ。すごいかっこいいねえ、うん、FPS とかねめっちゃやってるもんね、うん、あ、そうだね。でもね、うん、実物でもちろん撃たせてもらったこととかないんですけど、うんうん、まあ私は結構その、まあ、AR とか、うんうん、あとサブマシンガンとか、うん、結構やっぱいろいろ武器だったりとか好きだったりとか、うん、なんかゲーム内で自分はこの武器よく使うっていうのはやっぱり、うん、まああったりするかもしれないね。いっぱいあるけどねえ、なんか最高。アタッチメントとかも自分でカスタマイズできるんですか、これ。もしかしてアタッチメント。あ、そうなんです。うん、最高じゃん。すごい。AKあるよこれ。何よく使うの。うん、私は結構コールオブデューティー、うん、COD の方でよく使ってて、うんうん、ほうほう。スタッフの方を呼んでまいりましょう。今日はよろしくお願いします。お願いします。私、ターゲットワンスタッフの瀬吉と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日お二人にねちょっと射撃対決をしていただくということなんで、楽しこのバウンバット連射が楽しいねマシンガンをちょっといろいろ選んでいただこうかなと思います。この真ん中の線からですね、ここから左側は比較的重さが軽くて反動がない、どっちかというと女性の方でも打ちやすいタイプ、スタンダード電動ガンといいます。でこの真ん中の線から右側はですね、本物にちょっと寄せてある次世代電動ガンというリアルタイプになってまして、かなりねずっしり本物に近い重量感があります。映画とかゲームのね、より雰囲気を体感していただけますよ。その代わりちょっと重いですよってなってますね。よくあるやつ、こうやってシュワちゃんとかがよくガガ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 ってやってるやつ、トコトコトコって入ってるやつ。最高。いわゆる反動っていうんですけど、本物だと結構激しい反動があるんで、それをちょっと味わえるモデルがこちら。ちょっと味わってみたさある。P90 ですよね、これ。あれじゃん、ガンゲールオンラインで。そうですね。P90 が。P ちゃんが。P ちゃんが。そうですよね。P90 可愛くていいです。これなんだ。黒とかこういうちょっと深い緑色が元々の本物の色で、それをアニメでねピンクにカラーリングしたのがピーちゃんの銃で、エアガンでもねピンクバージョン出てるんですね。はい、それはちょっと限定品で人気でなかなか買えないんですけど。あ、そうなんですね。あ、はい、右手を、ね、左手を親指入れて、で肩に当てたら、で体をねちょっと僕の方に向けるといいな。そうですね。いいルックスですね。ああ、なるほど。ちょっとね今スイッチ入れますね。これ、はい、中に赤い点が見えます。見えます、これで狙えますんで。おお、あ、かっこいいです。これね。で、ちょっとね。あ、いいですね。いい感じ。ありがとうございます。え、そういうな。どうしよう。どうふうにゃん、なんかこれやってみたいとか。すっごい悩ましいけど、でもさ、うん、なんかやっぱね、あるこう、こうやってさ、なんかこう。わかる？スコープ？そうなんか覗くやつめっちゃやりたい。このスコープ付きのモデルは結構当てやすいですし、上から2番目のこれですね、はい、すごいごつ、めっちゃかっこいい、ね、めちゃめちゃなんかフォルムはものすごく好みですね。上に、あー、でもなんか良さそう。肩に当てて、あ、いいですね。ここでちょっとね、後ろに反り返らずに、あ、いいです。ちょっと前傾に構える感じ。こう、あ、めっちゃいいですね。手を回しますよ。はい、いいじゃん、いいじゃん、はい、あ、確かに重いたい。あ、でもめちゃめちゃかっこいい。なんかあのターゲット、そうですね、狙う線、赤い線が見えるので、うん、ピピピピピピってなってる。まあこれでゲームの主人公になったつもりで、そうね、目指せ、うん、ヘッショヘッショ100キル。当店の 10m レンジっていうね、やってまいりました。照準器もついてますし、結構ちゃんと狙えれば当てれるんで、ね、全然大丈夫だと思う。こんな感じでね、Are you ready? スタンバイって言った後にね、ピーっていうブザーの音が鳴るんで、このブザーが聞こえたら素早く、ここの前の9枚を倒して打ち終わったらヒールを打ちます。 Are you ready? ステンバイってなったら、今は 7.94 秒で全部打ち終えましたってことですね。すごい。打ち終わったら安全装置に入れていただいて、こう置いたら打ち終了って形になります。あ、見えた。
もう打って OK。 大丈夫です。はーい。うやなあ、すごい反動がすごい。あ、そんなにやっぱ反動が楽しいな。じゃあやってみます、はい、おすごい。あ、なるほど。すごい、めちゃめちゃでもあんまり反動がほんと来なくて安定してます。用意がよろしかったら言ってもらえれば私がブザーを鳴らします。この HK416D 君で1000キル目指します。あ、嘘、8キル目指します。9な9切る。ちょっと待って、ちょっと待って。全然大丈夫そうじゃないですか。ちょっと待って、あれ選手が、あ、ここや。はい、レディーゴー。スタートしてもよろしいですか。はい、ブザーが鳴ってます。 OK です。 Are you ready? ステンバイゴー。まだです。あのね、キーってなってから、キーが、あ、ゴー自分で言っちゃったんですね。はい、このキーがあのタイマー起動の合図になる。それが聞こえたら打ってる。なるほど、ね、よろしいですか。少々お待ちを。見えました。あ、見えました。よし、 OK ですか。はい、OK です。行きますよ。行きます。 Are you ready? ステンバイ。ただいまのタイムが、うん、15.36 秒となっております。おお、すごい、めっちゃ重み感じました、はい、なかなかいいタイムでしたね。本当ですか、はい、なんか球装填するのもなんかいいよね。カシャねえ、サバゲーとかでもね、そういう動作とかもシャッてやったり、自分でやったりできるのかな、うんうん、楽しみだな、うんうんうん、サバゲーも慣れてくると本物みたいにこう、ち、玉切れかとか言いながらこう交換すること自体が好きっていう方もいるんで、あえて本物と同じ球が少ないのを何回も交換しながらやる方もいます、うん、え、言いたい、玉切れかって言いたい。玉切れか、やりたいね。なんかハマっちゃう気するな、これ、ね、楽しいもん。実際にサバゲーやるかみたいなね。いやでもサバゲーやってみたいんだよね、すごく、うんうん、やってみたい、ね、やってみたいよね、うん、なんかでもアミューズで行ったらすごそうじゃない。確かに、みんなでやったらどうなるんだろう。あの天下一武道館みたいな。なんかもう空中でうらうらよろしいでしょうか。はい、大丈夫です、はい、それでは行きますよ。 Are you ready? ステンバイ。よいしょ、おっ、 OK です。そしたら成功前にしておいてください。はい、おお、見事。よいしょ、なんと今のタイム 7.39。 すごい、嬉しい。すごい、私の1/2。いやでもすごく打ちやすくて、うん、本当に軽くて反動がないから、うん、あのなんか女性人気なのめちゃくちゃわかる感じでした。これ沼だわ。これ来ようかな、また、うん、なんかね、構えてる姿すごいね。顔かっこよかった。顔はね、うん、顔はね、身体能力低そうですよ、うん、でも顔はかっこいい。顔はね、うん、楽しかった。でもめちゃくちゃ構えてる姿めっちゃかっこよかったよ、うん、本当、うん、やったぜ。もう怒らせたらいかんなと思ったってことは、勝負自体は私の勝ちですけども、うん、え、何ですか。お、え、いいんですか。何ゴー、表出ろや。ゴルゴやずれてるずれてる見えない、ずれてるずれてる、見えないですね。これ優秀商品、はい、え、嘘でしょ。え、
そんなわけないじゃないですか。これが優勝商品なわけないですもんね。やっぱりこうアミューズのゴルゴ13に襲名するのかな。ちょっともう一回やって、もう一回やって。お前はもう死んでいる。別のやつ。違うやつ。別のやつ。え、これね、すごいいいよ。え、これでさ、ちょっと、あ、こっち構えてみよう。一回。あいつは、俺のターゲットだ。今日は、いい酒が飲めるな。一回ロケ先、ロケの内容とかが決められることにしましょう。おいおい。また行きたいロケのところが決められると。ほう。ほう。本当ですか？言いましたね。どこでもいいんですね。これあれでしたもんね。なんか、好きな企画を立てられるんでしたっけ？あ、そうだそうだ。サボゲーもいいっすよね。サボゲーいいんじゃないですか？うんうん。メンバーでね。全然やってみたいみたいな。打ち合うとき。楽しそう。なんか完全武装して、うん、もう怪我しないように。ぶっちゃけパッと頭に次やりたい企画でパッと頭に浮かんだのは本当リアルなんです。え、でも絶対、全然いいです、いいです。ディズニーランド行きたいなって。おーおー、いや絶対無理や。絶対無理や。絶対無理。ねえ、今の方今だったね。